今日作るのがごま味。これをさばいたことはもちろんありません。やり方も全く分かりません、ということで今日はこの VTR をお手本にさばいていきたいと思います。では嬉し恥ずかし初体験参りましょう。動画をお手本に鱗を取っていきます。もう背中入った、鱗が目に入った、目から鱗。皆さん親子でぜひチャレンジしてほしいですけど、このあたりはね、親御さんがやっていただいて悪くないんじゃないかなと。まあまあ三枚おろし、まあおろせてねいるんじゃなかろうかと。全然手作業でいけるんですね。ここからはお好みの食べるサイズに切っていきたいと思います。チョコアもこっちに切ってくれる？やった、できた。ではタレを作っていきます。まずは醤油を大さじ2ボウルに入れていきます。さばいて作ったごま味、じゃあコアからどうぞ。もうなんかお店で出してるって言っていいぐらい。おおおお、すぐいった。おお、抜群に美味しいです。うん、美味しい。本当にこんなに皆さんにも食べてほしいって思えるぐらい上手なやつができると思わなかったです。魚をさばくってすっごい難しいことだと思ってたんですけど、見ていただいた通りここまでいけますんで、ぜひやってみてほしいですね。あとはこうやって親子で一緒にやれるっていうのもすごくいい時間になりますし、よかったね。海と日本、ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。